いつもご視聴ありがとうございます。ローリーアオラです。今日はちょっとYouTube には登場できない、お顔が出せないんですけど、うちがキャンプファイヤーでこういうね、満員電車対応ボディバッグっていう、こういうねボディバッグ、俺いつもリュックしてるんですけど、そのリュックの中身が全部入るっていう、満員電車の中ってこうね、釣り革、まあ今コロナなんでね、釣り革持たないようにしてますけど、リュックってこうね、電車乗ると前にしてこう物出す時大変なんで、ボディバッグだったら便利だなっていうので開発して、キャンプファイヤーでこれ200何十万だぐらいご支援いただいてて、でその後にこの YouTube のオープニングでも俺が背負ってますけど、これね、これでかすぎるかな、これ餃子型45リットルリュックっていう、これ、ね、餃子みたいな形してるんですよ。でこれライダーのヘルメット収納問題を解決するっていうので、まあプロジェクトページの見せ方はちょっと違うんですけど、この中にフルフェイスがガツッと入る、俺も普段使っています。で今回第3弾バッグとして、実は俺もライダーなんでライダーさん向けにバイク用のリアバッグを開発しようと。リアバッグ開発しようと、で一緒に開発していただいてるお兄さんが横にいるんですけど、ちょっと声だけでやり取りを楽しんでもらいたいなって思うんですけど、実はいろんな、リュックでこれバイクのリアバッグがあって、これもバイク買って FTR なんか収納ゼロなんですよ。で、そうですね、これね餃子型のリュック背負ったり、こういうボディバッグなんかねこうかけて FTR に乗ってるんですけど、日々じゃあ買い物行った時に、じゃあケーキ買いましたとか、お花買いましたとか、洋服買いましたとかっていう時に、まあ入らないんですよね。うん、そうですね。でライダーさんたちどうやってるんだろうっていうのを研究してると、みんな何ていうの、なんかこうサイドにごついさハードのつけてたり、何、申し訳ないんですけどちょっと見た目ダサい、リアにこんな丸いやつ、多分、うん、今別画像で出てると思うんでそんなのがあって、さすがにファッション×バイクを目指そうぜって始めてる YouTube でそりゃないなっていうので、かっこいいリアバッグを作ろうっていうので、いろんな他社製品さんも、まあ、研究して、でポイントはソフトでタアポリン、いわば防水で、バイクのリアにこういう風にリアにこうバッグを置いたらこうなるんすよ、ソフトってタラーンと。でこれブサイクで結局タラーンってなると、で大きいものとか重いものが、ね、中に収納できないんで、この底をカチッとしようぜ、うん、プロジェクト。あと、まあ、こういうこっちね、このサイドね、底とサイドをカチッとさせてバイクのリアとかタンデムシートにポンと乗っけれて、おしゃれに見える、うん、おしゃれじゃないといけない。そうですね、バイクかっこよかったら、そうそうそう、やっぱりカバンもかっこよくない。そうですよね。でなおかつ簡単に脱着できて、そのリアバッグを背負ってお買い物に行くとかっていうことができれば一番いいんですよね。そうですね、うん、っていうので、今バッグ屋さんのお兄さんと開発の話をしてるんですけど、どうしましょうかこれね、今ねちょっと他社さんのなんで見せれないんですけど、まあ、こういうね、見えるかな、こういうねターポリン素材を使って作ろうぜっていうような話をしたり、
まあ、みんなねこうファッション気を使ってかっこよくしてるけど、もうちょっとこう都会的にしたいですね、はい、10マイルで。ちょうどこの前雨降ったんですよ、ゴリラ豪雨みたいなのにあって、はい、バイク乗ってる時に、はい、びっちょびちょになったんですよ。でやっぱりいろいろ守らないといけないものいっぱいあるんで、はい、家族以外にも守らないといけないものが、はい、その時にああもう撥水素材で作ったらよかったなっていうようなのがあって、だから、まあ、素材はタートリン決定でやりましょう。そうですね、うん、容量はどうしますか。こういうね、なんかこうリュックになるようなね、こういう仕様いいですよね。でね、ちゃんとこう、なんていうの、こうリュックした時にこうクッションが出てるとか、こんなやつにいいですよね。どうやって止めるの、バイクに。バイクに、うん、バイクに止める時はやっぱりこういうあれですよね、紐を使って。別売りでこれか。今ね、他社のね、製品をね、研究してるところです。これじゃないですか、これ。これチェスト。あ、これチェスト。あ、チェストなんですよ。あ、そう。どうなんだろう。白がすごい。めっちゃ気になると思うんですけど、見せれないんですけど、音声だけで楽しんでくださいね。使いにくい。はい。使いにくそうですよね。なんかその口開けても中、うん、中出すのが結構、うん、手を結構伸ばさないといけない。ああこういうね、はい、ここしかないと。そうですね。であとそこまで手届くのが結構遠いんで。確かにね、はい、確かに。でもバイクってこうでしょ多分。そうですね、はい、横にね、はい、ここはなんかこんだけ収納スペース、これなんの？これ荷物を入れて、うん、最後その空気を抜くっていう。あ、これ、あ、こういうのは必要なんだ。空気抜くやつね。タープリンだから。はい、あ、でもこうです。多分こうっすよね。そうですね。はい。こうしてバイクに乗っけるってことは、バイク乗っけたまんま物が取れないってことか。そうですね。ね。はい。っていうことはここにファスナーがあって、はい、前言ったみたいにスマホとか、はい、財布とか、はい、まあ俺はタバコ吸うから、はい、タバコとかを入れて取り出せるようにとか、はい、例えばなんかモバイルバッテリー系とかさ、はい、そういう風な仕分けがサイドにこうさなった時にあったんですよね。そうですね、横にね、はい、取り出せるようにね。であとはもう、内側の本体のところに貫通式のファスナーを1個入れてあげるとか、うん、はい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 、なるほどね。そうするとやっぱり取り出しやすい、中のものが結局取りやすい、うんうんうん、っていうことはこのサイドはサイドで別の部屋にするってことか。で、仕上げないといけない、はい、こんな感じ、ここのこういう感じで。ああ、サイドね、はい、だからこういうサイドにポケット、チャックつけてポケットつけて、うん、バイクにこうのっつけた時に、うん、こう後ろ向いてガサガサ取れるようにとかってことですよね、はい、ああ、いいと思う、いいと思う、うん。でもこれバイクにくくりつけるバンドがついてないって致命的じゃないの。ね、好きにしろってこと。あんまなんかバイクメーカー専用ですって言ってもあんまみんな気使ってない。そうですね、もうただのリュックやん。まあ用途はいろいろあるとは思うけど、まあただあれですよね、バイクでっていうじゃないよね、はい、こうやってやっぱあのハードのリアバッグ、はい、あのハードとか布使ってるけど、僕たちが目指してるようなこう底面しっかりしてて、はい、サイドもこうなってるさ、宝箱みたいな、はい、多分今ここら辺出てると思うんですけど
宝箱みたいなやつつけてる人もいるけど、キャンプ用みたいなので、はい、2泊3日いいですよとか、はい、7泊行けますよみたいな、はい、ああいうのは多分本当にもうバイク用品。そうですね。だソフトケースはソフトのでリュックになるやつはもうリュックだこれだこれを自分でぐるっと巻いてキャリアとかタンデムシートとかにで勝手に使える。それをバイク用ですっていう風に歌ってるだけだ、うん、そうですね。それちょっとダメだね。いや僕たちがやるんだったら、ちょうど今あのカバン屋さんのお兄さんもライダーなんですよ。はい。何買うんでしたっけ？レブル。あのねレブル、ホンダのレブルの、はい、あれ今のねああいうかっこいいやつじゃなくて昔のやつ、ね、なんですよ。お兄さんも卒検落ちてます。だそれも。かっこよくしたいね。本当にバイクに使えるように、はい、うん、しないといけないと思うんですけど、1個懸念点が例えばこういうリュック型のものにしようぜとって言った時にここが底面になるじゃないですか、うん、でもこの底面ってバイクの後ろに置くじゃないですか、うん、はい、っていうことはさ、このここら辺しかないわけだから、これぐらいの幅でしかキャリアとか、うん、っていうことでやっぱこうね、しっかりしたもの入れないといけないじゃないですか、こうダルーンって垂れるんで、うん、そうした時にそのリュックの背負い心地と、はい、あとこの口ね、こういうターポリン使うとね、はい、まあ、こういう風になりがちですけど、この口のところをどういう風に設計するか、うん、っていうのってすごい重要っすよね、うん、そうですね。これさ逆にできないのかな、逆っていうかね、口を餃子型みたいにしてできないの、はい、こっち、うん、あ中央にそうそうそう、はい、これが、はい、ここがパカッて開くようになる。はいはいはい、でここをクリクリクリってして止める、あ、はいはい、したらバイクでもこうなるじゃないですか、はい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 、でプラスリュックにした時もこれリュックですけどここクルクルクルってなってるとか、はいはいはい、そうするとさこことこういうところとこういうところとか、はい、この底面とかに硬いしっかりの素材を入れてあげると、はい、こうなるじゃないですか。俺いいこと言った。めんどくさい。いや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 でもいけるんじゃないですかね。これいいんじゃないのかな。絶対バイクに乗っけた時に、はい、例えばさこれがさこう底面で横になってここからしか取れないって、死ぬほど不便じゃないのかな。不便だと思います。ねえ、それは不便だと思います。俺使いたくないもん。いろんなのをさバイク用品店で見て、はい、でイメージして自分の FTR につけてる、はい、もうちょっとカジュアルっていいかなって思うやつで、うん、めちゃめちゃ使いにくそうなんですよ、うん、実用を考えたら、はい、でかといってあのでかいね硬いやつが、はい、まあ、確かに機能的だけどさすがにあれつけてさそうファッションかけるバイクですっていうYouTube はできないからやっぱりあるようでなかったリアバッグを一緒に開発してもらえたら面白いですよね、はい、でやっぱりあの YouTube でねキャンプファイヤーで、はい、ね、キャンプファイヤー一緒に出たんですよ、うん、レブルカップで、そうですね、つくばまで、はい、実証試験してるんで、そうですね、ちょっとマイク買おうですね、そうですね、昨日電話かかってきましたマジでえ、千葉だ、千葉だ千葉ですね、はい、電話かかってきました。
買いに行けばいいじゃないですか。そろそろですね、みたいな感じで営業の人が。あ、ほんと。はい。いや、買って、千葉から筑波まで、そうですね。来て、俺は筑波から出ないんで、絶対。多分ね、一番遠出は、何ヶ月後かに、あの整備しに行かれる、もう一回見てもらいに行くんですよ。3ヶ月かな2ヶ月かな、はい、その時に行くあのバイク王つくば絶版車館さんが一番遠いと行くの、うん、片道、はい、そう16キロ超えてるからね10マイル、あ、はい、内から、はい、だからそれが多分それ以上行かないっていうようにしようかな。いやでもね、スーパー行って、はい、買いました、はい、バイクのハンドルにさ、かけてウィーンってバイクで買えるってめっちゃ危ないでしょ、はい、そうですね、ダサいし、はい、やっぱりそういうちょっとした10マイルの生活でちょっとしたものを買った時に入れる、はい、かっこいい、はい、でリュックにもなるし、はい、まあ面倒くさかったらずっとつけっぱでもいけるような耐久性と防水性が欲しいな、はいはい、今日の打ち合わせをまとめると、はいはい、バイクの、はい、例えばこれバイク、はい、見えてないな。低いの？こんなにか。バイクがあって、はい、バイクのここにこう置けるおしゃれなリアバッグ、はい、で後ろから見ると普通こうなりますよね、重さ。ここが垂れてくる、ね、はい、この垂れるのを改善しないといけないんで、やっぱりこういう風にきっちりバランスが取れるようにしてあげないといけない。で今見てたリュックとか見てると、ただリュックをさこういう風に横にしてバイクに振り付けるってやるけど、ここでしか取れなくて、ターポリンだからこれをこっちにくるくるくるってして、はい、ね、その時にやっぱ取れないと、やっぱり取り出しやすいのはこの上から取ってあげるってことは、真上から見るとここに口が、うん、はい、でここをくるくる、まあ、2回ぐらいくるくるして、はい、なんかこうバンドで止めてあげれるようにできれば大丈夫ですよね、はい、であとはバイクのリアキャリアにどうつけるかとか、じゃあここどこのステイにこうやるのかとか、それは考えていかないといけないけど、これ考えるとこれじゃないですか。結局このやっぱ餃子型って一緒に開発しましたけど、でキャンプファイヤーで300何十万っていうすごい金額を、あれ20日とか25日やってないんですよ、はい、その短期間で集めたってことはやっぱりね、僕自身で考えたこれって多分すごいんだと思いますよ。ってことはこれあれですね、餃子型バイクリアバッグ防水、そうですね、防水で何、丈夫、丈夫、堅牢、堅牢、何、軽い、軽い、す
ごいじゃないですか。あとは言えるかお前はいいよ、好きなこと言えるからみたいな。でもいいんじゃない、はあ、そうですね。ねえ、もうね、これさ、ここに結局ね、法定速度内で走らないとやっぱダメなんで、絶対、はいはい、交通ルールは守らないといけないんで、でこうさ、リアバッグやってて後方から見た時に、はい、夜とか、はい、やっぱりね、ここ光るけど、あのここ、はい、こういうとこ光るけど、あの危ないんで、ここになんかね、こう光る素材で、はい、片面ね、プリントできたり、はい、そうですね、うん、がいいんじゃないのかな。なんかリミテッドスピードオンザロードみたいな、速度守りますよっていうような、こうザリミテッドスピードオンザロードみたいに書いて、ここが再起プリントになってて、バーンと後ろから夜間照らされても、あの光ったり、あ、この人ってちゃんとスピード守るんだなというようなところがアピールできたり、あとはね、リュック背負った時にやっぱりなんかかっこよく見えるようなのは一個ファッションとしては必要かな。黒でしょ。黒です。黒でしょ今でしょみたいな感じですけど、でもやっぱこれがいいんだろうな。これ多分やるとまあまあの価格になりますよね。そうですね、やっぱりしっかりしたものやっぱり長く使ってほしいんで、はい、ね、まあ、ピンキリですけど、まあ、こんな辺もそんな高くないじゃないですか、うん、安いじゃないですか、はい、まあ、もちろんね、安いのが一番いいけど、うん、安くて丈夫なのが、はい、でもやっぱり僕たちがやるんだったらやっぱこだわって、はい、使い勝手よくて街でも使えるとか、はい、あ、なんかあのバイクつけてるキャリアバッグ、リアバッグすげえかっこいいなって思ってもらえるような方がいいですよね、うん、です。今日もバイクにつけるリアバッグの打ち合わせをしております。このキャンプファイヤーで人気だった餃子型45リットルバッグを改良してって、リアバッグ兼リュックっていうのを作っていくんですけど、まずね、素材は、ターポリンで防水。よくバイクのリュック後ろにつけれますとかでよくあるけど、なんか無理やりつけてませんかみたいな、で取り出しにくいよねっていうのがあって、で、今回はちょっとまず上がね、ビューって開くんですよね。開く仕様にして物が入りますと、要は上から入れるケーキ買ったら入れる、なんだ、お花買ったら入れるとかっていうような、上からできるようにしようと思ってて、プラスして実はこの面にね、ここの面がバイクの後ろ、ここテールランプがあるんですけど、テールランプ側に来るんですけど、ここにこういうね、ザ・スピード・リミット・オン・ザ・ロードっていう法定速度で走ってますよっていうメッセージをおしゃれにつけてやろうかなっていうところを考えてて、もう一つはさっきガバッとこうね、上から開けて入れますと、要は垂直に物を入れるとような、基本バイクのリアにつけっぱなしでガマ口みたいに蓋が開いて上から物をこう入れますと。でこの図が、上から見た図ね、バイクのこっち、例えばテール側としたら上からこう物を置きますと、こういう風にね置いた時に、これね、キャリアって書いてるところが、俺の FTR のキャリアの、まあ、寸法イメージで、タンデムって書いてるとこ、外側がタンデムシートにつけた時っていうので、やっぱりね、こう余白が出てくるんですよね。土台に乗ってない部分出てきて、でもそこはあれですよね、きっちり硬いものを入れてこう揺れないように水平で
こうグニャグニャしないようにカチッとハードケースみたいな形でやるんですけど、じゃあ上から物を入れましたと、入れてバイクって曲がるとき倒れるでしょ。その倒れるときに物が左右に動くと、こういうふうにこう動かない防止のためにこういうねストッパーをつけようぜって、これ画期的ですよね。で要は例えばケーキを置きます、ゴーンとこうケーキ置きますと、ケーキ買いましたと、彼女のため家族のために買いましたと、これ動くんですよ、こっちとこっちに、右曲がるたびにガーラって買ってきたケーキぐちゃーなるんですよ。ひょっとしたらシュークリーム、クリームがブチャーって出るかもしれないと、こうならないようにこういうストッパーを入れてあげましょうと。ここまでやって動いたらもう仕方ない、もう食べるなんてことなんで、でもそれぐらいなことはやりたいなと。で、なんでこういうことを言うかというと、さっき言ったみたいにバイクに乗ってかっこいい、便利、通勤に使う、ツーリングに使う、じゃあ10マイルバイクライブではどう使うんだと、あくまでも実生活の中でやってることが、すごくポイントが、ということで、今俺が熱く語ってる横で、バイクメーカー、バイクじゃないや、バックメーカーさんのお兄さんは、ちょっとこいつよう喋ってんなみたいな感じで僕のことを見てるんですけど、本当にこれね、これ餃子型、後ろいっぱいうちの BMC のデニムがいっぱいあるんですけど、これで多分僕がデニムメーカーの人だと分かってもらえるんですけど、本当にあくまでもリュックになるのはプラスアルファの要素で、いかにバイクのリアにつけてこれをね、でバイクの運転のどうしても起こりうることっていうのに耐えうる構造にしないと BMC で買う意味がないかなと。あくまでも生活に寄り添って、あくまでもキムタクのビューティフルライフを再現するためのアイテムをうちが提案しますと、っていうところですかね、今日のところはね。今めっちゃ警報灯のせいでめっちゃ音が光ってちなみに今ね、開発中のベルトね、これ餃子型ね、これうちのベルトね。あ、これものづくりはあくまでもあれですよね、リアルでもファッショナブルで、俺みたいなおじさんが本当に生活で使えるようなものをかっこよく提案していきたいなというふうに思ってます。今週はこんなもんすかね早くサンプルあげろよみたいに言われると思うんですよもういいからお前の道くわみたいなでもね、本当に楽しみにしておいてください。じゃあまた来週見てね。